ラジオドラマ風の伝説ザナドゥ2ヒロインたちのバースデー第2話ソフィアのバースデー。いかがなされましたか、ソフィア様。そのような浮かぬ顔をされて。メディア、気にしないで。実はこれからのことを考えていたの。私、ずっとこのパルティア神殿にこもりきりでしたので、すっかり世間知らずになってしまって。あの、メディア、私と同年代の女の子というのは、どのようなことをして毎日を過ごしているのでしょう。そうですね。私も話でしか聞いたことがありませんが、何でもポケベルなるものを持って王都の繁華街を徘徊しているとか。ポケベル?あ、聞いたこともない言葉ですわ。それと自分の下着を殿方に売って小遣いを稼いでいるとも聞いたことがあります。下着を男性に。女性の下着など男の人が何に使うのでしょう。あ、ひょっとして女性の下着をつけるのが流行っているとか。さあ、何でも着古したものの方が高く売れるそうです。ああ、さっぱり理解できませんわ。このままでは私、普通の女の子どころか社会復帰すらできません。少し世間の勉強をしなくては。王都で女の子向けに発行されている雑誌でございます。公益商人に頼んで取り寄せました。これを読めば世間のことはもちろん、普通の女の子というものがどういうものかわかると思います。そうよねありがとう、メディア。あ、ソフィア様、ソフィア様。え、これですわ。これ、彼氏を呼んで二人っきりのバースデーパーティー。この記事がどうかしたの？何をおっしゃっているんです。開くんですよ、バースデーパーティーを。バースデーパーティーって誰の？ああ、そんなところにテーブルを置くでない。テーブルはそことこことそこと言っておるだろうに。グラスはそっちじゃ。料理の手配は終わっておるな。はーい。本当にいいのかしら、勝手にバースデーパーティーなんか開いちゃって。だいたい聖女だった私には年齢はあっても誕生日はないのに。私をなんとか普通の女の子に戻そうとしてくれているメディアの気持ちは嬉しいのだけれど。そういえばメディア、アリオスたちにも招待状を出したって言ってたわね。来てくれるかしら、アリオス。メディアの話だとハシュナールでは随分ピュラーと仲が良かったみたいだけれど。あ、でも私の誕生日って本当はいつなのかしら。聖女は任命された日、継承日をもって生誕とされるから、それよりは何日か何ヶ月か前のはずなんだけど。誕生日がわからないと星占いもできないし、このままじゃアリオスとの相性占いだって。どこかに記憶が残ってないかしら。これでもないし、これでもない。おやおや、これはお珍しい。ソフィア様ではございませんか。あ、おばあさん。それで何をお探しなんですか。それが、あの、私の出生記録を探しているのですが、どこかに残っていませんでしょうか。出生記録ですか。それならここにありますが。え、残っていたのですか。ええ、この書庫には聖女様に関するすべての記録が保管されております。これによりますと、ソフィア様、ありました。ソフィア様がお生まれになったのは21年前でございます。ということは当然ながらソフィア様は今年で21歳になられたわけですね。21? そんなはずはありませんわ。
私今年で18になるはずです。誕生日と継承日のズレを入れてもせいぜい19 ちょっと貸してください。なんだすって継承日忘れから3年後この日付は18年前の今日。そういえばそのような記憶があるようなないような。ということはやだ、私アリオスよりも年上じゃない。やっと着いたのね。へえ、ここがパルティア。はあ、大きな神殿。しかし誕生パーティーとはソフィア殿もなかなか洒落たことをなさいますな。おそらくメディアの考えだろう。何でも誕生パーティーであると同時に聖女の引退記念パーティーでもあるらしい。これで明日からソフィアも晴れて普通の女の子ってわけね。あの、本当に私なんかが言ってもいいのでしょうか。第一、私ソフィアさんとは初対面ですし。それを言われると私も。気にしない気にしない、大勢でお祝いした方がソフィアちゃんだって喜ぶってもんよ。それにメルはアシュナールの親善大使みたいなもんだしな。そんな私なんて。そうですな。リュミナ、パルティア神殿にはアリオス様以外の男は入ることができん。私の代わりにしっかりアリオス様にお仕えするのだぞ。ええ、任せてお兄ちゃん。パーティーが始まっちゃうわ。さあ急ごう。いってらっしゃいませ。ソフィア様、ソフィア様。え、メディア、いかがなされたのです。そのような暗いお顔をされて。なんでもないの、本当よ。ソフィア様は今夜のパーティーの主役なのですから。私もソフィア様に断りなくこのようなパーティーを開いたことについては反省しております。ですが。違うの、メディアには感謝しているわ。嘘じゃないの。だからお願い、気にしないで。そうですか。ソフィア、アリオス、誕生日おめでとう。ソフィア、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます皆さん。すごい豪勢なパーティーだね。驚いたよ。ねえアリオス。あ、アリオスは年上の女性って嫌い？年上、年上か。そうだな。うん。はあ、乙女心が全然わかってないやつだね。ま、それがわかるくらいならあの子との仲ももう少し進展しているんだろうけどさ。それにあの子が自分より年上だなんて思ってもいないようだし。ではでは、誕生日の祝福を授けようかな。ルルルルルルクルルルル。ん？やっぱり嫌い？ああ、そんなことないさ。大好きだよ年上の女性。本当？あれ？なんだ？口が勝手に。うまくいったみたい。ピューラ、こら抱きつくなって。そうよね、やっぱり恋人にするなら年上でなくちゃ。ついでに魔法なんか使えて、顔も性格も可愛い、すぐ目の前にいる誰かさんだったらもっともっといいわよね。ちょっとピューラ、やめなさいよ。アリオスが迷惑してるじゃない。迷惑？そんなことあるわけないじゃない。だって大好きな年上の女性に抱きつかれてるんだもんね。アリオス、年下のソフィアに抱きつかれるよりは嬉しいはずよ。ねねね、そうでしょ。ねえ、そんなことないわ。ソフィアまで。ちょっとソフィア、何してんのよ。離れなさいよ。私だって21、アリオスより年上です。21？ あらは、ソフィアってそんなおばんだったの。おばん？
私がおばんなら23のピュラーなんてお肌の曲がり方を曲がりきっちゃったスペシャルおばんじゃない。スペシャルおばんひどい。アリオス、ソフィアったらね、ひどいのよ。ちょっとピュラー、どさくさに紛れてなんてことしてるのよ。ピュラー、あのピュラーさん、今日はソフィアさんの誕生日なんですから、今夜くらいはそのソフィアさんにアリオス様を。いや、それとこれと話が別よ。アリオスは私だけのアリオスなんだもんね。え、嘘よ、そんなことないわよね、アリオス。あ、いや、あのちょっと、いやはや、わー、モテる男はつらいね、この。でもほんと、人を好きになるのに歳は関係ないもんね。だけどこの二人の戦いまだまだ続きそう。あ、うん、